丹波で暮らそう。丹波で暮らそうは丹波に住む素敵な人をお迎えして田舎暮らしについて本音で話す番組です。この番組は私ね、小鉄と言います。はい、が本日は丹波市青垣町青垣生き物ふれあいの里へお邪魔して緒方舞子さんにお話を伺います。緒方さん、はじめまして。はじめまして。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日はあの青垣生き物ふれあいの里へねお邪魔しておりまして、緒方舞子さんが今日はお勤めということで、お話をね聞くことができました。緒方さんは、こちらの丹波市に来られたのはいつですか？はい、2021年の8月に移住してきました。はい、なんとね、まだまだ初めての冬を移住してからということですね。はい、そうです。こんなに雪降ると思ってましたか？思ってませんでした。ちょっとそれ想定外。ちょっと寒さが想定外です。はい、そんなね、緒方さんにね今日はお話を伺います。緒方さんは今のお仕事はどういった関係になるんでしょうか？はい、地域おこし協力隊という仕事になります。はい、地域おこし協力隊ということで、ね、丹波市のこの施設であります、青垣生き物ふれあいの里にも、週何日か来られてるということでよろしいんですかね？はい、そうですね、週1回から2回ぐらい来ております。はい、今日はねたまたま施設を、ね、お邪魔したらですね、緒方さんがいらっしゃいましたのでね、お話を伺うことができました。非常に光栄に思っております。ありがとうございます。はい、緒方さんの方は去年のね、8月にこちらの丹波市に移住してこられて、10月から地域協力隊ということで、ね、お仕事されているということなんですが、丹波へ来る前はどこにおってたんですか？はい、東京に、はい、結婚して東京にいてました。あらまあ、はい、なんでそれがこう丹波へ行き着くわけなんですか？そうですね、まあ、東京都会に行ってみたんですけれども、はい、私はやっぱり山が好きだということで、うん、はい、まあ子供もいるんですけれども、はい、夫婦一緒に揃って移住をしちゃおうということになりました。どえらい決断やないのそれ。そうなんです。いや、そのご夫婦向こうで東京で仕事をしてはったんですね。普通の、まあ普通の言ったらあれの人じゃないかもしれないけど、はい、サラリーマンですら、まあいいや。はい、そうです、2人ともサラリーマンでバリバリ仕事してました。なんでバリバリの人がね、その2人ともなかなか意見が合うっちゃなかなか難しいかなと思うんですけども。そうですね、うん、きっかけは私がちょっと東京嫌だということになったので、はい、まあ、人生一度きりだし自分たちのしてみたいことをしてみようよっていうふうなお互いの話し合いで決まりまして、はい、とにかく田舎に行って移住してみようっていうようなことになりました。はい、ね、ラジオお聞きの皆さん、なかなかこんな決断できますかね？なかなか、でもだいぶ相談しちゃったんちゃいます？そうです、だいぶ話はだいたい1年ぐらいかけて話をしていたり、はい、まあ、周りの理解とか、うんうんうん、私たち1人だけじゃ2人だけじゃダメなので、はい、はい、いろんな人に話を、そうですよね、はい、伝えながらやっていきました。仕事仲間もなんでそんなとこへって思う人もあるやろうし、反対に、はい、羨ましいなって思ってる人もあるかもしれませんね。そうですね、なかなかそういう決断はできないよっていうふうに言われることが多いので。いや、私もサラリーマンねやってますけど、なかなかこういざというとなかなかそこまで決断できない人がほとんどじゃないかと思うんですけども。そうですね。そういう意味ではすごい決断をされましたね。はい、ありがとうございます。で、決断された時はもう次のもう行くとこは
決まってたんですか？いや、何にも決めずにというか、とりあえずやめちゃったって感じ？はい、とりあえず、うん、まあ、の私の、まあ、出身が関西の方なので、はい、関西には行こうっていうことだけを決めて、うんうん、はい、一旦東京から出ました。お父ちゃんはどこの人なん？お父ちゃんは東京育ち、うん、東京生まれの東京育 ち、はい。そんなあの、ね、青垣言うちゃ失礼なんですけどね、周り山ばっかりで周りビルばっかりの人がよう決断しましたね。そうですね、まあ私の夫も、うん、まあ、自然が好きだったりとか、はい、あのアウトドアをしたいねっていうことで、うん、キャンプとか、はい、自転車を乗ったりとか、はい、そういうことをしたいっていう風な思いが2人とも強かったので、うん、もうじゃあせっかくなら近い自然に近いところがいいよねっていうことで、うん、へえ、はい、でも羨ましいなと思ってる人もたくさんいてるでしょうね。あ、本当ですかね。いや、そう、私もそんな、ね、生活遅れたら送りたいと思ってると思うんですけども、はい、やっぱりその収入のことやらね、そうですね、これから将来の生活のことを考えると、はい、ちょっとなかなか二の足を踏んでる人もね、はい、たくさんいるかなと思うんですけども、まあ、そんな中を決断されて、なんでまた丹波へ行き着いたんですか？それまた不思議な話ですけど。そうですね、あの私の、先祖が、はい、丹波なんとなんです、ルーツをたどると、はい、ルーツをたどると、はい、丹波で、まあ、そこに、古民家がありまして、はい、そこを小さい頃から、うん、そこの古民家だけなんですけどめがけて、うん、はい、みんなで草刈りしたり、はい、畑仕事したりっていうことをしてました、はい、あ、それは幼少の折に親に連れられて聞いてたわけですか？はい、そうです、はい、それがその時はどこ行ってたのかわからんかったけど、はい、丹波やったわけやね。そういうことです。はい、やでもやっぱりそれが、ね、心の支えになったというか引っ張ってくれたっていう大きな一つの力になってますよね。そうですね、やはり何もない土地に行くっていう、うん、イメージが湧かない土地に行くっていうところは、はい、なかなか夫婦でも二の足を踏んでしまうところだったので、まあ実は夫も、まあ、何回か青垣の方に、はい、一度遊びに来たりとかもしていたので、うん、まあ、ちょっとイメージがつきやすい、移住のイメージがつきやすいっていうこともありました。はいはい、まあ、相談する上であそこやといえばお互いの共通点が、はい、あのイメージかって感じだね、はい、でもこの大雪のイメージではなかったと思うんですけど。そうですね、大雪はイメージしてませんでした。ね、いや、まあ、ね、久しぶりやと思いますけどね、こんな雪もね、はい、まあ、そんなこんなのいろんないきさつがありので、ね、丹波の方へね、はい、来られたということですけども、実際に、ね、住んでみるのとたまに来てこう楽しさや、ね、思い出だけ残ってるのとはちょっと違うと思うんですけども、はい、実際に移り住んでみていかがでしたでしょうか？はい、そうですね、まあ、先ほど言ったように寒さは想定外ではあったなと思っているんですけれども、はい、実際移り住んできてやはり自然の中で子育てしたいなと思っていた私にとっては、うん、いろんなもの自然があるので、はい、すごく楽しんで夫婦ともども暮らせているなということで、うん、満足感は非常に高いです。あ、はい、そうですか。それぞれやっぱり趣味嗜好があるので今都会やないといけない場所もたくさんあるやろうけども、はい、まあ、田舎なればという楽しさの方が大きかったってこと？はい、そうですね、今は勝ってる、はい、感じですね。あ、そう、はい、まあ、夜のネオンも泣いて真っ暗やろし、ね、はい、それが反対に、ね、はい、まあ、都会に住んでたからこそその違いが分かって、そうですね、はい、違いが分かるので、はい、まあ、夜空が綺麗とかも都会にいてたらなかなか見る機会もなかったりするので、うん、はい、真っ暗だからこそそういう綺麗なものが見えるっていうふうに思いますね。またうまいこと言うてやね。
なかなか、ね、ネオンに慣れてしまうところ寂しいなという思いは少しはないんでしょうか。あ、そうですね、うん、あんまりなく。あ、そう。はい。はあ、ほんなら、まあ、まあ最高じゃないですか。そうですね、結構最高な形で毎日楽しく過ごしてます。へえ。ということは、そのご先祖さんのルーツであった、はい、その丹波のその古民家。はい。じゃあ今はその古民家に住んでらっしゃるんでしょうか。あ、いえ、古民家にはまだ住めてない状態で、はい、うん、一旦まあ、丹波になれるかな、なれないかなっていうところもあったので、はい、賃貸に今住んでマンション生活してます。仮住まいですね。仮住まいです。はい。まあ、でも本来はそんな田舎暮らしがしたい人にとってみると、やっぱり古民家暮らしっていうのはやっぱ憧れじゃないんでしょうか。はい、憧れますね、古民家暮らし。ね、してみたいと思ってます。まあ、でもその物件はすでにね、そうですね、ご先祖様のがあるっていう意味では、はい、まあ、半分叶えられてるという、そうですね、はい、ことではあるかとは思うんですけども、はい、まあ、実際にその住んでみて、ね、はい、まあ、都会ですと、まあ、車にもあんまり乗る必要もなかったと思うんですけど。そうですね、ペーパードライバーでした。あ、そう。はい。今日なんか雪降ってんのにドキドキじゃございませんか。いや、今日帰りがドキドキですね。ね、凍ってないことを祈りながら。まずね、今日も早う帰り。あ、はい。勝手に言ってますけど、はい。ね、確かにね、ここちょうど青垣生き物ふれあいの里ね、ちょっと山の、はい、上になっておりますので、そうですね、下り坂がちょっとこう怖いですね。はい。はい、まあ、そんなところでね、本日は、丹波市青垣町にございます。青垣生き物ふれあいの里へ、ね、お邪魔しておりまして、尾形舞子さんに、ね、お出会いしましたのでお話を伺っております。尾形舞子さんの方からですね、リクエスト曲をお聞きしておりますので、ご紹介していただいてよろしいですか。はい、わかりました。紹介するのはゆずの栄光の架け橋です。はい、この曲には何か思い出があるんでしょうか。はい、青春時代たくさん聴いた曲なので、まあ、リクエストってなった時にピンとゆずの名前が出てきました。いい曲ですねこれね。毎回ね、いつ聴いても。そうですね、いつ聴いてもなんか青春時代を追い出しますね。いいですね。はい、本日は尾形舞子さんにねお話を伺っております。尾形さんの方はですね、地域おこし協力隊ということで、去年の8月に丹波に移住してこられて、10月から地域おこし協力隊ということでね、活躍されております。尾形さん、これやっぱり地域おこし協力隊という意味で、はい、こちらへ来られて、まあ、お仕事をね今されているわけなんですけども、はい、やっぱ初めての土地で、はい、まあ、遊びには何遍か来たかと思うんですけど、なかなか土地感がないじゃないですか。そうですね、本当にどこに何があるとかは全然わからないですね。でしかも、はい、ね、先ほど聞きましたがペーパードライバーということで、はい、そうなんです。まあ、確かにどこ行くにもね、はい、自転車がお好きやということなんですけども、はい、なかなか自転車だけではね、そうですね、仕事中ね行けませんからね、はいはい、まあ、車であっちゃこっちゃ行かれると思うんですが、はい、まあ、最初来られた人はやっぱりね地名がわからないのでね、はい、で地元の人と話してると、まあごく当たり前に話、はい、ね、されますけども、どこかわからなくてね、はい、ね、迷われることもあるかとは思うんですけども。そうですね、難しいですね。はい、それからいろんなことをこれから将来に向けてね、はい、したいこともたくさんあるかと思うんですが、はい、どんなことを考えていらっしゃるんでしょうか。そうですね、まあ、今回地域おこし協力隊、環境課に私所属してるんですけれども、はいはい、その中で今回のテーマっていうのが生物多様性の保全っていう、少しちょっと難しめのテーマなんですけれども、うん、まあ、その中で私がやろうかなと思っていることが、はい、自然体験学習っていう形で、自然体験を子どもたちとか親子に伝えられるような人間になりたいなというふうに思ってます。はい、はい、
例えば、はい、例えばなんですけれども、はい、今少し取り組んでいるのがどんぐりを竹筒で、うん、どんぐり転がしのものを竹筒で作ってみて、はい、どんぐりを転がしてみようだったりとか、はあ、昆虫を捕まえて顕微鏡で大きく見てみようとか、うん、そういうような体験活動を広めていけたらいいなというふうに、はい、進めております。これは何かからヒントはあったんですか？はい、そうですね、実は人と自然の博物館、やっぱり生き物ふれあいの里なんですけれども、はい、人と自然の博物館の研究員の方だったりとかともつながっているっていうところで、はい、子どもたちにこういう人と自然の博物館自体でもこういう、はい、自然の、子どもたちに伝えていこうという取り組みがあったので、はい、そこから知り得た情報で、はい、私もそういうことを伝えられるような人になりたいなと思って、うん、今研究者の方とかともアドバイスをいただきながら取り組みどういう取り組みができるかっていうのを作っているところです。はー、これでもいっぱいやっ、はい、見てみたら、はい、さらにこうしたらいいとか、はい、子供の反応を見て、はい、もうちょっとこうしたが余計喜ぶやんとか、いろいろなんか付加価値つきそうな感じですね。そうですね、いろいろやりながらいろんな形で組み合わせられたりとか、うん、いろいろ変えていけたらいいかなというふうに。で、まあ、やっぱり丹波の子供たちがどういう子たちなのかとかっていうのも知ってみたいなとは思っているので、はい、うん、はい、そういう子たちに合わせた、そういう取り組みができたらいいなと思ってます。なるほどね、はい、確かにいいですね。ありがとうございます。で、まあ、この青巻生き物ふれあいの里で、はい、まあ、そういった、ね、イベントもされて、はい、子どもさんが来てくれるっていうのもいいかと思うんやけど、はい、やっぱこれすごいのはちょっと出前で、はい、もう直接行ってやった方が良い場合もあるでしょうね。はい、そうですね、はい、ちょっと今出前授業という形も検討をしておりまして、うん、はい、できれば来年4月ぐらいから、うん、はい、していけたら出前で行ってみたらできたらいいなというふうに思っております。そうだろうね、はい、そうしたら、はい、今まで来たことなかった子、そうですね、にもね、はい、あんなことやっとってや言うてね、はい、知ってもらえるかなと。面白ございますね。ありがとうございます。なんか他にも企画あるんですか？あ、そうですね、あともう一つは、まあ、私ここに、移住してきて、はい、いろんな方が環境だったりとか保全活動っていうのはしてるんだなっていうことは生き物ふれあいの里にいてって分かるんですけれども、うん、はい、じゃあ具体的にみんな何をしてるんだろうとか、うん、っていうのを、まあ、私自身はこの活動として見てみると、はい、こういうことをすごい素敵なことされてるんだっていうのが、うん、たくさんのいろんな方がされてるんですけど、はい、それが分かんないなと、一番最初に来た時に分からないなと思ったので、はい、まあ、プラットフォーム、そういうような、うん、活動が集まっているプラットフォームみたいなのを作ったりして、うん、はい、新しい人がこういう活動してみたいなって思った時に、丹波市結構移住してきてる方とかも多くいらっしゃるので、はい、なんかこういう活動したいなって思った時にその人たちが活動団体とかがすぐ分かるような形でできるような、うん、情報のまとめたものをやってみたいなというふうに思っております。あ、確かに、はい、いいですね、はい、ありがとうございます。まあ、ホームページ検索したらいっぱい出てくるんやけども、はい、どういう具合にそのやってるのかとかね、はい、知りたいところが ね、 ね、なかなかほんまに調べるの大変ですのでね、はいはい、これまたぜひともやっていただけたら、はい、ありがとうございます。やっていこうと思っております。はい、なかなか、はい、それから、はい、本日は、はい、青垣生き物ふれあいの里の方へね、はい、来られてますけども、はい、今日なんか竹なんか切ったりなんかされてましたけど、はい、あれは何をされてたんですか？そうですね、早速うん、自然体験の、はい、準備をしておりまして、はい、どんぐり転がしの竹を、あれがどんぐり転がし木の、はい、木の
はあ、一つの材料になります。あ、そうですか、はい、いや僕あの流しそうめんする竹割ってはるにしては、はい、なんか複雑な穴が開いてるなと、はい、思ってたんですけども、はい、なるほど、はい、まあ、そういう意味ではあの材料もすぐね、はい、身近にあるので、そうですね、そこも魅力だなと思って、うん、あえて竹にしてみました。あ、なるほど、はい、それが実際にね使われてるのをまた、ね、はい、見に来ていただきたいですね。はい、ぜひ来てほしいなと思います。はい、ね、あの尾形さんの方は、はい、まあ、こちらの丹波市へ来られるまでに、はい、やっぱりそういったあの自然のね環境のこととか、はい、いろいろ今まで活動としてはされてきたんですか？私自身、はい、あの具体的にこうっていう活動は実際は知ってきてないです、はいはい、であの子育てする中で、あの子供と一緒に自然遊びとか、うん、はい、そういうことをずっとしてました。で専門的にも専門家ではないっていう視点で、うん、今回の活動の単位としては、はい、まあ、主婦目線というか、はいはい、子育て世代の代表という形で、うん、こういう活動地域おこしをできたらいいなっていうような市民目線でやってみたら面白いことっていうことをやってみたいっていうふうに思ったので、はい、はい、まあ、そういう目線って確かに必要ですよね、はい、あの専門家はね、はい、誰でもこんなこと知ってるやろという感じでね結構あのマニアックなね、はい、あの発想を、はい、されるんですけど、これ素人から見てこれ何ですかいうの、はい、そうですねそういうことも、はい、はい、あ、まあ、そういう意味では、はいはい、まあ、お母さん目線で、はい、考えてみて、はい、この企画どないやろうという、そうですね、はい、はあ、なるほど、その方が確かに来るお子様にも受けそうな、ね、はい、感じにしますので、ね、はい、非常に楽しみですね。ありがとうございます、はい、それから、はい、こちらの方青垣生き物ふれあいの里では、はい、1月もなんかイベントがあるんですね。1月29日の土曜日から3月21日の月曜日に、はい、うん、鶴植物作品展を行う予定になっております。これもなんかいろいろイベントその中でも書いてありますよね、はい、そうですね、はい、で実はこちら私たちのスタッフだけではなくて、はいはい、鶴の植物で作られた作品を、うん、まあ、あの市民の方から、はい、出展していただいて、はい、それを見ることができたりします。ほう、はい、でまたこれ籠作り講習会、あ、はい、みたいなのもされるんですね、そうですね、はい、それに、まあ、先立ってではないんですけれども鶴の籠作り講習会を行う予定になっておりまして、うん、はいはい、2月の6日日曜日の13時30分から15時30分に青垣生き物ふれあいの里で行う予定になってます。なるほど、はい、ちょうど日曜日ですね。そうですね、はい、皆様が意外とこの2月も雪結構降りますからね、はい、そうですね、スタッドレス必須で、はい、そうですね、朝からスタッフは雪かきをしっかりするような形になるかもしれないですね、はい、そうですね、はい、まあ、それもまた一つね楽しみになるかもしれませんね、はい、そうですね、はい、それから、2月に入りますと、これはまた早春の花観察会って書いてありますが、はい、そうですね、はい、まあ、生き物ふれあいの里、まあ、生き物ってついてるだけあって生物がすごく多様な場所になってますので、その、里地里山で早春の花を楽しんでいただければと思っております。で2月の26日の土曜日、こちら9時30分から12時までとなっております。はい、ね、いろんなイベントもね盛りだくさんでね、はい、されていますのでね、まあ、ぜひ一度あの青垣生き物ねふれあいの里の方へね来ていただけたらと思います。はい、いろんなね発見もあると思いますし、常設のねあの展示もねされてますのでね、はい、ぜひともお越しください。冬は雪が積もっておりますのでね、はい、丹波市も広うございます。南から北までだいぶね、気候が違うようでございますので十分冬場はお気をつけて来ていただくとね、交通安全第一でございます。
はい、本日は丹波市青垣町にございます青垣生き物ふれあいの里へねお邪魔しております。地域おこし協力隊の尾形舞子さんにお話を伺いました。尾形さん、今日はどうもねありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。